源氏尺は、源氏物語の注釈書である。藤原恒之によって、平安時代末期に表された現存する、最も古い、源氏物語の注釈書であり、公安源氏論議においても、源氏物語の注釈の始まりは、宮内省雄が尺と呼ばれている本書であるとされている。これに続く、源氏物語の注釈書である、藤原定家の奥入りにおいても、源氏尺は、 非常に重要視されており、数多く引用されている。ただし常に従っているわけではなく、批判を加えている部分もある。現時借はもともとは、独立した注釈書ではなく、藤原惚れ行が所有する、源氏物語の写本に、刀中、傍中、付箋などの形で書き付けていった注釈を、改めて一冊にまとめたものと考えられている。現在のような形で一冊にまとめたのが、 これゆき自身なのか、後人の手によるものなのかについては、両説が存在する。藤原これゆきの注釈は、後世の注釈書に数多く引用されているが、源氏釈のほか源氏物語釈、現時荒和し源氏あらわしなど様々な署名で呼ばれており、これゆき釈、これゆきや尊釈、これゆきや尊官これゆき官これゆきなどとして、 署名を記さない形で引用されることも多い。これは、本書が一定の署名を持っていなかったためであるとする見解と、本書が一冊の注釈書になる前の原型である、写本に付記された中期から直接引用された場合があるからであるとする立場とが存在する。藤原惚之の父、藤原定信が死去した1156年には、完成していたと見られる。現存する。 現磁石の写本ではまず薪名を上げ、薪名に数字を書き加えている。ここに挙げられている薪名、数え方、薪序については、現在の一般的なものと比べて、といった特徴がある。薪名の後に注釈の対象となる部分の本文を引用し、その後に注釈を書き記す形をとっている。現磁石に引用されている本文は、 青表紙本や河地本が成立する以前の本文であり、紫式部の実質本に近い可能性のある重要な本文であるとされており、引用されている本文には別本とされている陽明文庫本に近いものがあることが指摘されている。書かれている注釈の大部分は、引唄や引き詩の出典、史実の転居を示したものであり、藤原惚之とほぼ同時代の歌人である。 藤原春贅によって、源氏見ざる歌読みは、以根の異なりとされ、歌作りにおいて重視された、当時の源氏物語の受け取られ方を反映していると、考えられる。本書は、源氏物語の注釈の始まりともされる、源氏物語の注釈詞の中で重要な書き物で、ありながら、現存する写本は、極めて少ない。主要な写本としては、以下のようなものがある。 写本の幹物の形で存在する吉川本を除いて、いずれも全一巻。この他に十数用の段巻の存在が確認されている。現行の写本では、それぞれの写本ごとの異なりが非常に大きく、同じ部分に対して全く異なる注釈を加えている。イ・ハルキはこれゆき自身による大幅な改定が行われたためであるとしており、冷静化本を第一次本、前田化本を 第二次本であるとしている。現時尺は、奥入り以降の様々な注釈において引用されることが多いが、これゆき尺、これゆきなどと署名を記さない形で引用されるときに、現行の写本のいずれにも含まれないものも多いため、これゆき自身による改定の他に別人が独立した注釈書にするために編算するにあたって大幅な内容の取捨選択が行われたと考える説もある。 個別の写本の本国本、ありがとうございます。